はい、心の風鍼灸医の小野です。こんにちは。はい、今日はですね、この間私ね、テレビ見ながら休憩してた時に、何気なく自分の体を触ってちょっとね、どうなるかなっていうのをね、実験してみたんですね。で、普段こういう風な感じで揉んだりとかマッサージしたらダメだよって、筋肉が余計凝ってしまうからねっていう風にお話をしてるんですが、本当に実際試して体感をしましてね。で、これね、ぜひね、皆さんも一緒にね、ビフォーアフターちょっと体感してもらいたいなと思って、ちょっと動画でシェアすることにしました。じゃあ皆さんちょっと一緒にやってみましょう。まずね、今の状態、軽い人はね、全然問題ないと思うんですよね。こんな感じでね、私昨日ちょっとトレーニングしてきたんで、ちょっと筋肉痛 こうやってね、やってきたんで筋肉痛だったりする、若干筋肉痛なんですけど、ちょっとね、腕を上げてもらったりとか、こうやってね、肩をちょっと上げたり下げたりした時のこの重さの感じ、上がる時にこう持ち上げる時のスムーズな感じ、重たい感じ、ちょっとこれ覚えておいてください。じゃあね、今から皆さん、よくね、マッサージ屋さんに行ったらしてもらうのがね、結構こう揉んでもらったりとかしませんか？で、あと、お孫さんとかね、自分の子供にちょっと肩もう辛いから揉んでとかね、奥さんとかご主人にちょっと揉んであげようかなって揉んだりとかしたこと、誰でも一度ぐらいはあるかもしれないんですが、これね、実際ね、私腕がね、本当にね、ここぐらいまでしか上がらなくなってね、ちょっと怖いなと思ったんですけど、ちょっとね、今から皆さん一緒にやりましょう。はい、じゃあまずね、こうダメな NG なマッサージの仕方。これね、肩、二の腕とか、普通にこう、ちょっと力強く揉んでください。力強いマッサージの方が気持ちいい、痛気持ちいいっていう感じ。それをちょっとね、こうギュギュちょっとね、今揉んでほしいんですね。こんな感じで。一緒にできますか？こんな感じで。はい、こんな感じでちょっと揉みましたね。はい、揉めましたか？はい。じゃあ、この状態で腕上げてください。さっきよりちょっと上げづらいですね。ここぐらいまでか。スムーズに上げようと思ったらちょっと時間がかかるっていう。今ね、ここギギギギってなってましたね。はい。じゃあ、ちょっと元に戻すというか、もっと良くするマッサージ、じゃあ教えます。これね、昔の動画でもお話ししたんですけど、私は揉むよりもうさするだけですね。はい。じゃあちょっとね、元に戻すというか、筋肉をね、痛めつけた筋肉を復活させようという感じで、はい、ここね、撫でましょう。で、ついでに、ここも撫でてあげると余計いいです。はい、いいですか？じゃあもう一回上げてみますね。はい、腕。あ、軽い。やっぱりね、軽いですね。どうですか？めっちゃ軽いですね。だいぶ腕上がりますよ。早い。早い。さっきここまでいかなかったよね。おお、軽い。こっちやってないでしょ。こっちめっちゃ軽いですね。はい、いかがでしょうか。じゃあもう一回、ほんまかな。もう一回じゃあ、揉んでみましょうか。はい。じゃあ、揉んでね。赤くなってますけどね。揉んでもらって、こんな感じでもいいですよ。グリグリグリってしてください。これ、グリグリグリってするのがいいって言ってる人もいるでしょう。間違いですからね。はい。でもちょっとやってみましょう。本当にダメなのか、実験してから言った方がいいですからね。はい。ちょっと疲れた。ちょっとなんか重い。ここがなんか重たい感じになっています。感覚としても。だらーんとなんか重だるくなっています。手の先までなんかね。はい。じゃあ行きますよ。腕上げてください。さっきの力で上げようとしたここぐらいまでしか上がらないでしょ。ここでなんか止まるような感じね。うん。ここで止まる。で、上まで上げようと思ったら、これぐらいちょっと時間かかります。私はですよ。うん。はい。で、一緒ぐらいです。やってない方と、マッサージしたのに軽くなってないです。逆に、
手はこっちの方が重だるくなっちゃいました。はい、ということで元に戻してあげましょう。どうですか皆さん、体験していただきました？こんだけ違うんですね。筋肉が傷んでしまうとこんだけ腕が上がらなくなっちゃうんですね。はい、怖いですね。じゃあもう一回撫でて、あ、よかったです軽いですね、めちゃくちゃ軽い。もう分かりますね、こっちとこっち。はい、結構楽になりますね。じゃあね、手首、皆さんね、腱鞘炎になったりとかパソコンワークでちょっと手がっていう、スマホずっと見続けたりとかね、手首がちょっと痛いという方も稀にご相談があるんですが、で今の感じ、こう曲げた感じ一緒にやりましょう。はい、今のこの曲げ伸ばしの状態、ここどんな感じですか？スムーズにいきます。はい、この感じ、重さ軽さ覚えておいてください。じゃあこっからですね、揉んでいきましょう。揉みましょう。なんか揉んだらいいような感じしますよね。強い感じでこう揉んでください。こっからいきましょうか。こっから揉んでいきましょうか。全部ね、全部揉んでください。はい、ここもね痛いからしっかり揉もう。はい、 OK です。はい、じゃあ皆さん10秒ぐらいね揉んだと思うんですが、じゃあ曲げてみましょう。どうですか、さっきと比べて私腕あんまり曲がってないですね。重たいですよ、ここで止まる感じ。頑張って、ここなんかね重たいですね。手首が重たい、なんかだるいですね。はい、皆さんどうですか、どんな感じでしょう。なんかおかしくなってません？なんか変ですよね。じゃあちょっと元に戻すというか、よりいいマッサージやりましょう。さするだけ。はい、ここもさすってください。こんな感じでもう適当でいいです。さする、さすってたら適当でいいですよ。力はそんなに入れなくていいですよ。圧力かけない感じでさすってください。はい、いいですか、手がもうすでに楽なんですけど、いきますよ。はい、曲げてください。あ、軽い軽い。あ、もう全然違いますよね。これね、力入れてないんですよ。こっからも普通にフッてやっただけ。あ、軽い。うん、軽い。どうですか、皆さん。これね、今手首痛くないとか、五十肩じゃないよ、私っていう方でも、この重い、軽い、この変化、分かっていただいたでしょうか。ということで、揉んでいい場所と、揉まない方がいい時っていうのがあるんですけども、もちろん私腎臓のマッサージはこうやってグーグー押してくださいよって言うんですけど、揉んではいけない場合と揉んでいい場合があります。で、揉んでいい場合は私も揉んでくださいって言ってるので、そこはご安心ください。で、この特に上半身ですね、で、あとこういう細かい筋肉のところは揉まない方がいいですし、撫でてあげたりとか、痛い時にさすってあげた方が、血流もリンパもサラサラサラって流れていくので、早くね、その疲労物質とか痛みの物質がですね、血流に乗って外に出ていきますので、結構ねさする方がいいと思います。まあ、皆さん今回ね実体験していただいたんで、ちょっとね、おお、こんなに違うんかっていう感じでね、分かっていただければ嬉しいなと思います。なのでね、まあ、マッサージ屋さんにね行ってもいいんだけど、あんまりね強くマッサージしてもらうのは避けてもらって、なんかね撫でるだけとか、優しめでお願いしますってね言っていただくといいかなと思います。はい、では、今回はちょっとね正しいマッサージの仕方をちょっとシェアさせていただきました。ありがとうございます。